おはにちは、オピハニーとシロです。今日もファーミングシミュレーター22やっていきたいと思います。思います。さあ、今回は新 DLC ホルシュアグル、やると思ったわ絶対やると思った。新 DLC ホルシュアグロベーションパック紹介していきたいと思います。思います。この DLC にはなんと、はい、新マップがついてきた。おー、こちらでございます。大きいね、これすごいよ。ごい、この9番、これまあ、どういったものがねちょっとあるのかってパッと回ってみようかなと思うんだけど、はい、はい、まずこの北側ね、やだかわいい、見て、うん、キイチゴストア、行ってみたいね。あとは、あとは何ストアなんだかよくわからんな。メドゥオーブブリッジストア、ストア、ストア、ストアと書いてあるけど、あ、お店がいっぱいあるのかな。ああ、1ストア、1ってなんだろう。これ動物か、なんかストアはちょいちょいあるけど、もうこれ生産者関係か、なんだろうね。何個もお店がある感じだね。そうだね、何個もお店があって、まあそのどこにでも売りに行けるような形になってんじゃないかな。へー、じゃあとりあえずマップ少し回ってみる。うん、モッドが入ってるね。はい、モンスタートラック、あ、可愛いと思った。こちらでね、ちょっとくるりと回っていきたいと思います。これ広いね、ここ大きい、あの畑かな、この左側の大きい畑だね。ちょっと行ってみる。あーあーあああ、すごい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 、電線もあるんだね。あらららら、この畑まあでかいよこれ。ほら大きいね。じゃがいもやるじゃがいもやる。おお、よいしょ、すごっ。あ、なんかいろいろあるね。コンテナ、なんだろう、こん、ま、こう製材所関係かなそうだね、これが1ストアとかナーベルスとかが、うん、うん、あるみたいだね。で、家畜商がこっちで、バイオガスプラントがそっちみたいな感じだね。うん、で、この田舎道こうちょっと走っていくと池なんかあったりしてね。ほんとだね、こんな感じで。おお、すごい。反対側もね、この辺の景色結構好きだな。なんかちょっと日本っぽいね。日本っぽいね。うん、すごい、車もいっぱい止まってるね。そうだね、ちょっと作られた感じするよね。うん、へえ、住宅街だね。うん、グリーンハウスがあったりしてね。うん、なんか、あ、小さい畑。おお、かわいいよね。かわいい。はい、こちらの DLC ね。はい、ホルシュアグロベーションパックです ね、うん、で、このメーカーのことなんだと思うんだよね、ホルシュ。ああ、そういうことね、うん、ここのメーカーのものはこうたくさんあるよっていう、使えるんだね、うん、いっぱい、まあ、こんな感じでいろんなホルシュの、はい、こうプラスされましたよ。これが新しくプラスされた、今回プラスされた納期ですよってことでね、はいはいはい、このホルシュのためだけに、あえて DLC と新マップを入れてくるっていうね、うん、すごいね、だいぶお金ね払ってくれてるんじゃないかなと思いますありがとうございます、ありがとうございますこれもう耕さず、畑を耕さずに種をまくことができるらしいからね、うん、この辺とかこの辺とかね、便利なね、これね、耕しながら種まいてくれるらしいから、はい、ホルシュありがたい ね、 そうだね。で、今まではさ、この辺使ってたよね、うん、そうね、この辺でね、18キロの8メーターで、今回は12メーター15キロでね、12メーターでガッツリできるから、うん、まあ便利な
本州をね、楽しんでいこうかなと思います。そうだね。だからやっぱりでかいマップが似合う機材になってるんじゃないかなと思います、うん、はい。線路は続くよ、どこまでもポッポはい、ちょっとした代表買ってみました。こんな感じ。うん、分かりづらいね。これはね、マルチャーらしいよ。マルチャー、うん、これガリガリガリってマルチャーね。いいね、こんだけ広いマルチャーがあるのは。うん、カルトロっていうらしいよ。カリトロこれは多分ホって書いてあるから多分クワ。ほら、おトランスフォーマーいいね。あ、広いわ。あ、大きくなるね。うん、これこのホっていうのは 12m らしいよ。ほう、これはね、うん、アバターっていう、アバター、うん、あのやつなんだって。へえ、これはシダーだから、いわゆる発出機になるのかな。ほうほうほう、うん、これは種まきをする機械だね。肥料と一緒にまけるらしいね。あ、便利だね。あ、まあまあ大きいね、やっぱりね。やっぱりさ、ここのマップは畑が大きいからさ。いやー、ファーミングシミュレーターになってきたじゃない。なんか林業やらされて途中どうしちゃおうかなと思ったけど。ねえ。で、今度これが、はい、ジョーカー。ジョーカー、かっこいい名前だね。うん、ディスクハローだって。ハロー。え？これはディスクハロー。コーンだよね。だからいわゆるこれもカルティベーターとかと一緒の地面耕す系男子。ね。と、まあまあ、あとはもう皆さんね、これ買って自分で使ったらいいと思うの、うん、ここずらーっと並べてさ、はい、それっぽくこう展覧会しようと思ったんだけど、うん、なんか別になんか使わないのもいっぱいあったしそもそもうちにそんなの求めてないでしょみんないや、いいや、どうせ使ってみりゃ分かるわとか思ってる人が多いと思うから、うん、まあ、今回こんな感じでね、はい、はい、終了したいと思います。新しいマップね、楽しみだね、このマップやるの。早くできるようにならないかな。うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いやー、このでっかいマップ楽しみだな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。